さんどうもこんにちは、みなこファミリー TV のみなこでーす。はーい、暑いね、夏だね。こんな暑い夏も乗り切りたいところでございます。お昼ご飯を作っていきたいんですけれども、ちょっと最近まあトレーニングとかダイエットとかちょっと気にはしているので、まあちょっとヘルシーな感じのお昼ご飯だけれども、ちょっとこの暑い夏も乗り切りたいということで、こんな両方を兼ね備えた、メニューにしたいなと思ってます。今日のお昼は麺です。麺は麺なんだけど、見て、糖質ゼロ麺を使ったちょっとヘルシー系の麺、冷やし担々麺を作ろうと思います。担々麺といったらひき肉がボワッとね上に乗っている感じじゃん。どこがヘルシーなのって思うでしょ。今回は見て、大豆を使ったお肉、大豆ミート、結構今話題ですよね。もうそぼろのような感じ、もうこういう感じで売ってるものがあったので、これ買ってきてみました。いや見た目もお肉よね、ほら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 、すっげえじゃん。というわけでこれね、大豆ミートを使って担々麺を作ろう、イエーイ。まずじゃあ、まあ私は辛いのが大好きなので、豆板醤、甜麺醤とかね結構いっぱい使っていきます。油はあんま使いたくないんだけど、ちょっとごま油シャーッとだけ使います。ご飯ちょっといっぱい入っちゃった。おろしにんにくを、うわうわうわ、あ、おろし生姜、大体小さじ1ぐらいずつ入れていきます。大豆ミートを入れていきます。これね、大豆ミート 200g ぐらい入ってるので、これ全部使っちゃいます。にんにくと生姜ってさ、もううまいよねこれ。はい、じゃあここにちょっとお酒入れていきます。はい、こんなもん。そしてこの中に豆板醤大さじ2です。そして甜麺醤大さじ1ですね。そう、もうこれは美味しそうだ。ちょっと味見してみましょうね。ほら見た目マジ肉。うまいじゃん、うまっ、これはうまい。出来上がり。続いてなんですけども、タレを作っていきたいと思います。耐熱の容器にこちら味噌大さじ1で、お砂糖、うちはラカンカにしました、大さじ1、お酒大さじ3、ウェイパーが大さじ1です。で、ウェイパーがどうしてもね溶けにくいので、もうこの時点でちょっと混ぜておいた方が良いですね。こういう感じでね、なじませたところで電子レンジでチンしたいと思います。まあ、お酒も入ってるのでアルコールを飛ばす感覚でチンします。はい、じゃあ20秒チンしてみます。さあどれどれ、うん、いいでしょう。豆乳です。じゃじゃん、豆乳を入れていきたいと思います。豆乳の方を400入れていきたいと思います。はい、400ベベッと。はい、じゃあちょっとこれにですね、こちらベベン、オイスターソースを入れていきたいと思います。だいたい小さじ1程度、ちょびっとで
はい、じゃあちょっと味を見てみましょうね。まあ私はこれくらいでいいけど、もしも味がちょっと足りないなっていう方がいたら、そういう場合はお醤油などで、味を整えてみてください。はい、じゃあ、仕上げに作っていきたいと思います。まず糖質ゼラメン。これね、こんにゃくなので、このままだとめちゃくちゃこんにゃくです。なのでよく洗います。チンとしている。昔私食べたこんにゃく麺、めっちゃこんにゃくでさ、めっちゃまぶかったんだよ。すごい、ここまでとこんにゃくの存在感を消すこんにゃく麺って素晴らしいな。さあ、というわけでこんにゃく麺を、入れていきたいと思います。じゃあスープ入れていきます。こうね、こうだね。おいしそうじゃんか。で、すりごまを、はい、完璧。いただきまーす。いやー、美味しそう。あ、封した。私今封したわ。うん。うまっ。ひき肉、皆さんちょっと気をつけて。辛さが苦手な方は多分めっちゃ辛い、これ。罪悪感がないね。大豆ミートとこんにゃく麺だから。うん。で、卵でタンパク質も取って。ラーメンとかほんとすっごい食べたいの、めっちゃ好きだからってこと我慢してる。しっかり麺を食べてもゼロカロリー麺だから、調味料のカロリーしか取ってないもんね。というわけで、じゃあお腹いっぱいになった。ごちそうさまでした。はーい、いやー、お腹いっぱいになった。でもさ、最近さ、こうやってさ、ダイエットとかね、そういう食事制限結構気にしていろいろ考えてはいるんだけど、やっぱりね、自分の食事だけでは補えてない部分がいっぱいあって、ちょっと最近ね、サプリをね、飲んでんの。じゃじゃん、これめっちゃ可愛いでしょ。こうやってサプリ、そう、富士見さんのね、サプリを飲んでて、でサプリって結構さ、いっぱい種類があるじゃん。すっごいいっぱい種類があるんだけど、自分に合ったサプリ5種類を分析して決めてくれるの。1回で飲めばいいサプリがこの一つにまとまってあるから、すっごい楽なんだよね。なんかもうサプリってさ、こうやって瓶とかに入っててさ、1個ずつこうやってベッベッってやっていくの大変じゃん。そう、こんな感じで、ほら。で、これは私に合ったサプリなんだけど、このサプリどうやって決めるかっていうと、このね、アプリがあって、ホームページ、富士見さんのアプリに、あのホームページ行くと美容分析を始めるっていうのがあってね。で、それ始めると項目が何個か出てきて、それをね、やっていくの。平均の睡眠時間どれくらいとか、あ、いろいろあったり少して、私はね、4から6ぐらいかな。運動は週にどれくらい、運動、私はキック行ったりとか、まあトレーニングもしたりするから、週に4以上いけるかな、微妙かな、2、3回くらいか。好きでよく食べ飲みするものは週3回以上か。コーヒーは結構な。白米でしょ、食べます。ファストフードは食べないな。あ、辛い食べ物は食べた、今日も食べたし、好き。あ、
と乳製品か。乳製品私チーズ好きだし、あそうだな、チーズ食べるわ。生活の中で感じる環境か。花粉症でしょ。紫外線が気になる。あ、ハウスダストで私は熱を出したことがある。空気の乾燥、大気汚染、あ、全部気になる。ほら、はい、でこれで今美奈子さん専用にパーソナライズ中っていう風になってて、はい、出てきました。美奈子さん専用に選ばれた富士見サプリはプラセンタ、フィッシュオイル、そしてビタミン B、ハトムギ、ビタミン ACE の5つの、サプリ。確かにそのプラセンタとかめちゃめちゃ効くじゃん、肌とかね。だけどさ、どのようにしてプラセンタを自分の摂取していいかって私全然分かってないし、フィッシュオイルって言っても全然分かんないし、魚の油なのかなってほんと単純に思っちゃうし、ビタミン B とかはねよく聞くけど、でもなんか食事から取るのってなかなか難しかったりするじゃん。いやー本当にね、こうやってご放送されていて、このねサプリ富士見さんが独自で開発していて、一粒につきね30種類以上のその成分がね独自に開発されて入ってるんだって。すごいのよね。でこのサプリのいいところ見て、本当に個包装されていてこうやって入ってくるから、お泊まりのお仕事とかあったりとか、ちょっと今日はねお昼とかね戻れないわっていう時とかも、なんか外で簡単に持ち運びができるじゃない。私今までその富士見さんのサプリ知らない頃はジップロックに一つずつサプリ入れて持ち運んでたの。でもそれをする必要がないってこと。まあ過ごしていたらさ、いろいろ状況とかね環境とか変わってくる場合があるじゃない。私なんかもさ、いろいろダイエットに勉強してて、いろんな知識入ってきて、ちょっと食事とかも変わってきたりとかしてきたのね。だからそうやってライフストーリーが変わっていくと、やっぱりね自分に必要なサプリも変わってくるっていう可能性があるじゃん。その場合はまた美容分析のとこでね、またあの分析して自分に必要なサプリっていうのをまたね分析し直してもらうことも可能なので、いろいろ変わってくると思います。それもまた楽しみだよね。今自分に何が必要なのか。これは本当に飲みやすいサイズのサプリばっかりで、とってもいいですね。まとめても飲めちゃう。富士見パーソナライズサプリメント1箱30袋入り、定期価格税込6912円が初回定期価格税込5378円 22% オフになります。はい、というわけでこの動画を見てくださる方は、とってもお得に買えますので、詳しくはこちらの概要欄の方をご覧ください。はい、それでは皆さん、またねー。